スタメンをもしかしたら外れるんじゃないかという話もね、はい、出てたんですけどね、情報もありましたけどね、この時期どうでしょうか、体調的にも、やはりこうどの選手もシーズン終盤に入ってくると万全の選手はほとんどいないということもよくつくんですよね、特に内川選手なんかもね、当然故障箇所っていうのは必ずありますからね、はい、イデホの打球はセンターへ伸びていく、センター下がって両大会下がって見上げた、少しのホームラン、このホームラン、イデホ今シーズン第21号、いやすごい、今のはすごいホームランでしたね、なんかイデホ選手らしいホームランではあったんですが、2対1勝ち越し、工藤監督の笑顔で迎えます。まあスローで見ればね、はい、一番やっぱり好きなコース、好きな高さでもあるんですけどね、真ん中ですね、いやそれより腕が一番よく伸びるところで、まあ、しかし、打った瞬間ね、右方向、もともと坊林さん、この人の打球はね、右中間方向に大きな打球を飛ぶバッターでもあるんですが、ホームランテラスは関係ありませんでした。